リコさんよろしくお願いします。また今年もあの微妙な順位でこの大会を迎えることになりましたが、いやーまあでも精神的にはきついですけど、まあ、例年に比べてまあ取るしかないっていうのがもう決まってるので、いい意味ですっきりしてるかなと。いやもう本当にじゃあその何着で準優勝でとか考えることもなく、もう取るしかないと、はい、もう取るしかないので、はい、まあシンプルですね。でグランプリ4回出て補欠が4回で、はい、グランプリ4回でしたっけ、3回でしたっけ、3回4回か、はい、ね、もう補欠きついですね。いや、あの去年ねここで相当悔しそうにしてるリコさん見て、はい、今年はあれあの顔はまあ見たくないなと思うんですが、はい、もうね自分もそう思って1年間走ってたんですけど、やっぱまたこの微妙な位置に吸い寄せられてますね。この呪縛が早く解けてほしいんですけど、でまして立川である、はい、で今年はそうですね、なんでまあここ一発決めれればいいなと思ってます。まあ、連続優勝ということで、はい、リコさんの調子自体はどうでしょうか。足が上がってるってわけではないんですけど、気持ち的にすごくすっきりしてて上向いてると思うので、はい、頑張りたいです。最後に意気込みを改めてお願いします。はい、はい、もうまずはしっかり決勝に乗れるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。